サムレジックのことですはい、今日はですね、今、くじあ海岸に来ました。ちょっともう夕方なんですけどね。はい、では、えー、久しぶりにですね、くじあ海岸シリーズ、えー、少しお話をしましょう。えー、今日はですね、えー、3月の1日でですね、えー、ようやく2021年も3月があスタートしましてね、ほんで、 えー、3月14日にですね、えー、建設業経営士929の本試験がありますけど、ね、えー、通信教育のね、えー、本もあと2週間ということになりました。期限がね。うん、で、えー、今はねあの、それぞれ皆さんですね、えー、一人一人に合ったですね、えーまあ、やり方というか、直前期のね、過ごし方もね、えー、お伝えしましたんでね。 あとはあ、それぞれね、皆さん今頑張っている最中です、ねうんで。僕の方もですね、えー、建設業経し1級のですね、えー、財務諸表、えー、の教材作りですね、えー、こちらの方が今日のね、えーまあ、お昼ぐらいにね、とりあえず、えー、終わったという感じですかね、1回転がね、うん。あとはね、建設業経し1級の教材をですね、もうちょっとね、あの細かい内容までね、えー 詰めていったものをね作っていく予定なんでね、もうちょっと時間かかりますけど、えー、ひとまずね、全体的なレジュメの方は出来上がったという感じですね、えー。2ヶ月ちょこっとかかりましたね。うん まあ3月のね、えー、15日がですね、えーまあ、確定申告の基本的に締め切りですから、えー、ちょっと確定申告もね、えー、これからやっていかないといけませんし、あとですね、あの、これ茨城県のね、えー、ちょっとまだ問い合わせしてないんでわかりませんけど、えー、イベントで、ねえー、やってる会社もですね、まあ、一時金がね、20万だったかな、もらえるかもしれないということなんでね、えー、それじゃあのちょっとですね、まあ、資料の、えー、揃いとかですね、 申請書ですかね。そういったものを揃えるっていうこともちょっとしてきますからね。えー、ちょっと3月の半ばぐらいまではね、結構忙しいね。ちょっと3つぐらい仕事が重なってますからね。忙しい状態になると思いますけどね。まだちょっとあの一時金が下りるかどうかわかりませんけどね。うん。でも多分大丈夫だと思いますけどね。まあイベント業っていえばイベント業なんでね、僕の方はね。うん。えー、講師業とか全部すっ飛びましたからね。えー、<laughs> 大丈夫だと思うんですけどちょっとわかりませんけどね、えー、そちらの方もやってみたいと思ってますねであとはですね、えー、まあ、建設業経営地一級のねまあ、通信教育日級もそうですけど、えー、ちょっと新たなね、えー、内容の方にしようと思ってますからねそれのちょっと、えー、内容を詰めるというのもですねまあ、3月の14日ぐらいを目処にですね、えー、立てていこうというふうに思ってますから経営戦略ね 卒業、ね、の仕事の方も同時にね、ちょっとやっていこうとは思います。あとは、あそうですね、公、え、園、ー、の方もね、えー、ようやく一見ですね、まあ、復活しましてね、えー、4月のですね、えー、20、23だったかな、あうんえー、建設、えーと、これはあの、簿記会計基礎講座ですね。えー、毎年ね、あのやっている、まあ、新人向けのね、えー、研修セミナーなんですけどね。 えー、去年もいただいてたんですけど、去年はコロナでね、ちょっと中止になっちゃいましたから、えー、今年ね、えー、一マスは、えー、再オファーということでね、えー、今のところはあね、えー、今、お受けしている状態ですね。まだわかりませんけどね、うんえー、会場でね、えー、やるセミナーというのはですね、なんかちょっと集まりが今のところまだ悪いみたいですからね、ちょっとわかりませんけど、 えー、僕としてはね、ぜ、ま、ひ、あ、ね、あのー、開校してほしいと思いますね、えー。本当に1年ぶりになりますからね、人前でしゃべるってやつはね、えー、開校したらね、もう1年以上やってませんからね、えー、人前でしゃべるってことはもうずっとやってない状態で、もう通信教育しかやってませんから、ねえー、ちょっとね、あのーまあ、やっぱり僕は人前で喋るのが大好きなんでね、えー、それをやっぱやりたいですね。うん えー、ということでね、えー、そんな感じで少しずつですけどね少しずつですけど、えー、動きがね出てきましたかね。うん、というところでね、えー、まあ、どんな状況であれね、えー、すべきことまあ二度と来ない今をですね大切に、えー、すべきことを淡々とやってるしかありませんからね。うん 引き続き、そんな感じで、えー、今やるべきことはもう建設業経営1級2級のね、まあ、通信教育がまだ講座中ですからね、期間中ですからね、えー、それを全力で走りきって、<laughs> あとは一時金とかですね、あと確定申告とかね、えー、そういったもろもろのね、えー、あと経営戦略ですね、新たな経、ね、営戦略とかもろもろですね、それをちょっと日々1個ずつやっていくしかないということですね、あとは建設業経営1級のレジュメ作りですね、財務諸表のね。 これやっていくしかありませんね、えー。それを引き立つは淡々とやっていこうと思いますはいでは以上です